芝大受かってる人でも授業落ちるもんね。単語のね、暴力みたいな先生の趣味も如実に反映しちゃいますからね。私立でもがっつり記述出すところもあれば、国立で記述が出ないところもあったりとか、そうしてないのに難しいところっていうのがちょこちょこあって、それがどこかっていうと中出てきません、ね、そうなんです。苦手なところが小物のところ逆に受けた方がいいかもしれない。お題始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、やってまいりました、三度この T シャツクマクッキンそうね、やっとね、このクマクッキンなんか似てんなってね、ずっと言ってて、あ、分かりますね、このね、音がねゴージャスだったっていう ねマダガスカルってやつですね、そうそうそう同じだったってね、気づいたんですけども、さあ、そんなですね、クマクッキンの細井先生なんですが、今回はですね、問題がむずい医学部ってどこなの。いや、今も毎週毎週医学部の英語の問題解いてるんですけど、はい、いや、やっぱすげえ癖がすごいんじゃんって思って医学部って癖すげえなって思ってるんですけど、いやー、そうですよね。英語はどうですか、どこがやっぱ最近解いたのかって難しかった。時系、あ、時系ね、時系が難しいとあれは何みたいな中つけてくんないんですもん、あれだけ専門用語だらけなのに、はい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 、何って国立だった富山とか、はいはい、何みたいななんでそんな難しいのっていうわけわからん。まあそうですよね、だから特に参加し以来のね、私立なんていうのはもう先生の趣味も如実に反映しちゃいますからそうなんですよ、もう完全にねエゴみたいな感じの試験がね、はいはいはい、出てくる時ありますから、うん、まあ、それはもうやっぱり現役には辛いよねってなりますよね。辛いですね、本当に、うん、だから現役で千葉大受かってる人でも受験落ちるもんね。ああ、そうですよね、千葉大は英語同じですもんね、どこもね。そう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 、じゃあもう極めて簡単ですけど、簡単だ、極めて簡単そう、寝そうなレベルで簡単なんですけどまあ、けどね、やっぱ時系レベルになると到達できない、うん、だから偏差値は大して変わらないんだけども、うん、やっぱりね、国公立の方が一応ね、多分入学してる人のレベルは全体的に上だと思うんですが、はい、問題の性質上落ちるっていうことがありますよね、うんうん、なるほど。やっぱり科目に偏りもあったりするわけですよね。そうですね、結局はね、各科目でここの大学難しいみたいなのあるんで、はい、まあ、けどこれ一概に言えないんでね、一般的な評価のところをお伝えしていこうかなと思います、はい、よろしくお願いします、はい。まあ、英語はですね、まあ、ご存じだと思うんで、はい、まあ、分かってると思いますけども、はい、私立短科医大がやっぱり難しいですね、はい、特に例えばレベルの低いところでいうと岩手医大とかね、はい、そういったところも結構難しいです。あとは愛知医大とか、あとは杏林、ああ杏林、うん、あとは関西医大、まあ、こういったところも結構難しいとよく言われてますね、はいはい、でやっぱ英語って、まあ、難しさにいろいろあって分量がやっぱ多いっていうのが難易度につながる場合もあるし、単純に時系のように、はい、要はもうただ単純に単語のね、暴力みたいな単語の暴力単語の暴力みたいなね、もう腕力でもう読めるかボケみたいなね、ものもあるとは思うんですね。だからそれと分量がやっぱ重なってる大学っていうのは結構難しいかなと思います。まあ、総じて言うとやっぱり国公立の方が全体的には難易度は低い、うん、ね、9点でも英語はそんなに難しくないってとこ、結構9大とか、まあ、北大とかそんなに難しくないですね。そうですね、優しいです。そうですね、非常にもう他学部と一緒だったりとかするので一般的な英語っていう感じですけども、ね、やっぱ短科医大が英語難しいと思ってもらった方がいいと思いますね。 あとあれ近大が難しい、近畿ね、めちゃめちゃ難しい単語の暴力本当に医学関係なくても単語の暴力その通りですね、研究みたいななんかもうボンボン投げてくる。そうなんです、だから偏差値と相関しないっていうところが結構ポイントなのかなと思いますよね。本当に毎週毎週とって、なんでこんなに医学部って違うんだろうって思って、大学によって日本医科大も癖が強いし、いや、対策をね練る意味があんまないっていうね。はい、そうだから、あ、この大学こういう難易度なんだとか、時間配分とあと問題の大問数ぐらい把握しとけば、もうぶっちゃけもう総合英語力で戦うしかないでしょこれみたいなね。国立でもね、医科歯科とか富山とかもなんでこんな特徴があるんだっていうねそうですね。次、数学ですね、はい、で数学についてはやっぱりその入試偏差値が高い私立医大はやっぱりみんなそうして難しいですよ。だからまあ慶応とか、うん、まあ、時系、日、順天、まあ、こういったところは数学のレベルやや難以上のね、うん、問題が多いと思うので、そこら辺は結構難しいと思ってもらっていいんですけれども、逆にそうじゃないのに難しいところっていうのがまあちょこちょこあるんですね、はい、まあ、それが例えば東海大学だったりとか。お、東海、そうですね、岩手医大も結構数学が難しいと言われてますね。
だからこういったところっていうのは偏差値、先ほども言ったんですけども、そこと相関性が合わないからこそ、まあ、テクニックが必要になってくる。特に岩手受かりたいとか東海受かりたい、うん、けど自分が数学苦手だったら同レベルの数学もっと簡単なところにした方がいいよねっていうチョイスが出てくるわけですよね、うんうん、なるほど。ぜひですねコメント欄にですね、僕数学のマスターじゃないのでどんなのかですね、東海が難しいの本当かいみたいなですね、泣くっすそれ動画の間に入れるやつにすればいいですか、インサートに、まあ、クマクッキー、クマクッキーって毎回の、ね、登録、クマクッキーいやクマさん、あの男がツイートしてもリツイートしてくれないんですよ、ね、ファンが減るからね、なるほど、そう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 、そう、ね、そこちゃんとマネジメントちゃんとされてるそこはねやっぱプロですよ、です、ね、女の子に着せたらリツイートしてくれる、へえ、あへえ、なるほど、そうそうそう、あ、なるほどと。なるほど。女の子に俺の名前を叫ばせながら聞かさせれば、なるほど。リツイートしてくれる。そうだったのか。じゃあ数学がいいなんですね。そうですね。で、他。はい。じゃあ理科の方行きましょうね、はい、まあ、物理とかね、まあ、科学とか難しいところ、はい、これもやっぱりね言うなればだんだんこう一致してきちゃうんですけども、はい、やっぱりその藤田物理難しいですね、うん、理科全体総じて難しいですね、そうなんです、ね、そうなんです。でやっぱりそのさっきも言った通り上位私立大学は総じて難しいです、うん、でだけども上位じゃないのに難しいところっていうのがちょこちょこあって、それがどこかっていうと東邦とか あとは北里、はい、うん、あとはね、よく出てくる岩手医科大、これも結構難しい、しょっちゅう出てきますね、岩手医科大、そうなんですよ、結構ね、問題難易度高いんですよ、だからそういったところっていうのが結構難しい大学になりますね、うん、で、化学は結構同じです、物理と似通って、うん、なるほど、うん、で、あとは生物は、はい、まあ、有名なのが産業医科大学の生物、産業医科大学、はい、結構難しいっていうふうに有名ですね、なんで、まあ、ここら辺は本当に大学の特色が出る部分なんですけども、まあその総じて戦う受験で高得点取るにおいてはやっぱり自分のそのパラメーターとその大学の、まあ、そのパラメーターを合致させないとやっぱコスパが悪いですよね、だから苦手なところが超むずのところ逆に受けた方がいいかもしれないですよね、あ、うん、点差つかないからね、あーなるほど、はいはい、そう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 、だからみんな取れないんだったらば別に取れなくても誤差っていう話になりますよね、自分が得意な科目の得点配分がでかいところの方がやっぱりそれは当たり前ですけど有利になると考えられるよね、なるほど、近畿大の医学部みたいですね、英語差つけらんねえみたいですね、で、あれどうなんですか、帰国生が読んだら取れちゃいます、取れちゃう、取れちゃいます、なるほど、はい、どんぐらい日本語で言うと日経新聞ぐらい、日本語で言うと難しいですね、だから英検一級レベルの単語なんで、ああなるほど、でうちそのイギリス人の大学生にやらして、うん、結構間違えるわけですね、ああ、うん、でもやっぱちゃんと学があるとか言っちゃいけないけど、ちゃんと大学とかで勉強してる人だったらそらそら解ける、だからまあ専門書まではいかないけれども、はい、いかない、まあ、その理系とかの、まあ、教科書レベルのことは普通に英語で聞かれるっていうことです ね、あとまあ普通に言ったタイムとか雑誌とか読んでる人とかだったら解けるみたいな、うん、だから大体だってねその英検一級って言ったら日経新聞読めるみたいなもんですもんね、英語でね、うん、そうですね、それの単語、ね、そういうのを知ってりゃ解けるっていう、だからあとはそんな医学的な文も出るんですけど別にそこで埋めるのは単語知ってりゃ埋められるみたいな感じで、うん、まあ、2年前ぐらいに出ましたけどね、医学専門用語が4つ並んだ、はあ、選択肢が4つ並んでそれ知らなきゃ解けんぞみたいな、なるほどね、わかんないだろうみたいなのは出たのがありましたけど、あとはやっぱ医学部目立つのは中がつくとつかないが、ああ確かにね、結構ありますね、親切心ってやつですね、そうね、そこも差は結構あると思うんですけど、なるほど、そうか、そういう感じですね、ラクッキーじゃあ指導するときどういう感じで言うんですか、そういうの、基本的にはやっぱりその子のねやっぱ得て増えてっていうのがあるじゃないですか、はい、だからそれに応じて例えばその大学によっては英語の配点が高いところとかもあるわけですね、はい、そういうのはやっぱマッチさせるようにしていきます、うんうん、だから例えば東邦大学とかだったら英語の配点でかいよね、だから英語得意だったらまあ英語を、まあ、東邦受けた方がいいよとか、うん、まあ、そういう風にマネジメントしていくんですね、はい、順天とかも英語の配点高いですよね、うんうん、だからそういう風にマネジメントしますけれども、基本的にやっぱり私立医大って、まあ、何個か受けてどっか受かれっていう勝負なんで、要はその一点集中っていう勉強の仕方はほとんどしないですね、うんうん、だからまあ言うなれば他のやつらもみんなそうなんで、はい、要するに例えば岩手医大一本の子なんていないですよ基本的に、だから岩手医大の問題の癖のある問題対策を練っていくとか近畿の問題対策を練っていくってことほとんどいないんで、うん、結局は難しかろうが難しかなかろうが総合力勝負ってことになるんですよ、うん、最終的にはね、
だからあんまりその問題の難易度によってどうこうって捉えない方がいいかもしれないです、うん、けど今までね例えば全く記述の練習してないのに記述が出る大学を受ける、はい、まあ私立の中でもねそういうところを受けるっていうのはもしかしたら避けた方がいいかもしれないですね。マークで練習してきてるんだったらね、うん、まあ本当特徴があるので医学部だとね私立でもがっつり記述出すところもあれば国立で記述が出ないところもあったりとか。そうですね、もうめちゃくちゃだなと思いながらやってるんですけど、でまあやっぱ総合力が一番重要と。そうですね、まあどっか狙って受かれるような勝負じゃない可能性の方が高いですからね。なるほど、うん、じゃあやっぱりまんべんなくできた方がいいと。うん、クマクッキングです。クマどういうこと？あ、いや先に言っちゃった。やっぱ強化もやっぱ一個が強いとかよりも巨乳ですね。なんで？それよりもこういくつもできた方がやっぱり受かりやすいんですか？あ、そうですね。それはもちろんですね。そのやっぱり何かが強いっていうのは医学部受験においてあんまり意味はない。ああ、なるほど。もちろん英語が強いとかは別にね、うん、そのもう悪いこと一個もないんですけども、だからって数学がポンコツだったらもうほとんど吸収しちゃいますから、吸収どころか英語でね取ったプロフィットを数学のロスで埋めることできないんで、数学の方がロスがでかいですよね、明らかにね。だからやっぱり数学ができないといけないし、かといって理科でね2科目で失点しすぎてもならないし、うん、だから結局まあおしなべて、まあ、総合的な力の方がよっぽど多くの医学部に受かるためには必要な力かなと思いますね。なるほど。じゃあどっかにこうやるもこうおしなべてできた方がいいと。まあそうですね、まあ巨乳です。なんで？でまあ英語はできた方がいいですよね。まあそうですね、英語は当然ですけども、はい、もう必須ですね。はい、それいろいろ問題見てて思いましたが、英語が苦手だとやっぱり厳しいんじゃないですか。うん、ということでぜひ英語このチャンネルも見てください。イングリッシュチャンネルも見て、そしてメジュケイトもね、ただよりもね。あ、そうだ、ただよりやった、忘れてた。ただよりね、英語ただで見れますから。そうですよ、ね、森鉄の顔がただで見れるなんてね。基本ただでしたね。基本ただでしたね。ただばっかり。はい、ということで今回はですね、難しい、問題難しいよっていう医学部について聞いてみました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。クマクッキング。